城下の町、寂れた書店の奥にうず高く積まれた本の山。これはその一冊に記された伝承をめぐる物語。書店の娘ジーナは美しい緑の髪にした娘ランシャと恋仲になった。婚礼こそ叶わぬものの、二人を妨げるものなど何もない。伝承に見られたあの男が現れるの。汚れた愛に意味はないと言い放ち、乱者をめとるために連れてきた。古びた本と共に